のエミリーです。母校の UCLA に来ました。この前撮った動画から半年ぐらい経ってて、であのビデオから大きく変わったことといえば、もう完全にオープンしています。最近ね、このフォールタームからようやく学校もオープンして、もう今めちゃくちゃ生徒とかがもうめっちゃ行き来してるんだけど、スクールライフも始まって、アメリカももうオープンになって、カフェモレさんも全部オープンになって、ディズニーもオープンになって、留学生さんも普通に戻ってきてたりするので、そういうのも含めて今回私の日常を Vlog 風にお届けできたらいいなと思います。では Let's get started。メルローズに来ました。この前の3月より全然お店がめちゃくちゃオープンしてて、なんか前は人は多かったけど、お店がまだね、ちっちゃいお店が結構クローズしてたんだけど、今回は基本全部開いてます。私のお気に入りのカフェのアルフレッドカフェがなんとようやくね、まあカフェこのカフェだけじゃないんだけど、ようやくアメリカ全部のカフェとレストランがオープンして、もう中で入れるようになってるので、オーダーしていきたいと思います。Can I get ice mocha with almond milk? No, that'll be all. Hi, camera.相変わらずうまい。パサデナのローズボールフリーマーケットって言って、まあまあ大きいフリーマーケットに来たんだけれども、激混み、車だらけ、車、人がめちゃくちゃ多いです。はい、Alright, thank you. Wait, cute. 留学生さんのお出迎えに行ってます。空港に向かってます。リクくんです。お疲れ様です。Thank you so much. It's nice meeting you again. Have fun. はい、サンタモニカのビーチ沿いのところに来ました。ロサンゼルスのいいところなんだけど、海から語学学校近い。そう、私も最初留学来た時はここから徒歩すぐの語学学校に最初通って、そこから大学に行ったみたいな感じなんだけどね、久しぶりに来るとめちゃくちゃいいですね。でもロスってこうめちゃくちゃなんかこうやれることがあるみたいなイメージだから飽きない。10年いても全然飽きない。綺麗。もう本当にザみたいな観光地でもあるけれども、やっぱりこう住んでる人もいてめちゃくちゃかっこよくてっていう、そこに通えるっていうのがね、それが普通の日常の生活っていうのが、もういるだけでもうやばーってなるような。はい、今はオレンジカウンティのアーバインっていうところにあるアーバインスペクトラムセンターに来てます。カリフォルニアっていうのが、この今期のコロナの、数的にはアメリカの中でもかなりカリフォルニアでトップレベルで抑えれてる方 でその理由っていうのが、まあ、やっぱりワクチン率、もうずっと1月ぐらいからかなり早い段階でワクチンっていうのを、まあ、広めていってたおかげで、12歳以上の人の接種率っていうのが約 85% 超えなのね。アメリカの全米50州あるんだけど、50州の中でもその集団免疫っていうのができてる州、その中の一つがカリフォルニア州っていう感じです。実際留学生さんも今ね、思ったよりもかなり戻ってきてて、まあ、日本の留学生さんがまだ少ない方なんだけど、他の国の留学生さん本当にコロナ前ぐらいのところまでもうそれ以上っていう学校もあったりするぐらい、めちゃくちゃ人が増えている状況なのね。
か世界的に見てもやっぱりアメリカのロサンゼルスとかニューヨークっていうあの大都市のところでは、まあ、ワクチンちゃんと打ってしっかり対策してっていう形で安心して渡航もスタートできるようになってるんじゃないかなと思います。私の日常からのお届けにはなったんだけれども、アメリカの様子とか、まあ、ロサンゼルスの様子とかが伝わればいいなと思います。もうようやくねみんながこうやりたいことに向かってこう走り出せるような時期が来たかなと思うので、私もアメリカロサンゼルスでお待ちしてます。では I hope to see you guys soon. Bye.